で、どうします？このまま放置か、処分か。まあ、私としてはさっさと片付けるに越したことはないと思いますがね。ダメよ、そういう性急な考え方は。警察ってのはどんな形であれ身内を殺されると徹底的に追いかけてくるんだから。あなた一人がスケープゴートになるというのなら別に止めないけど。冗談じゃないですよ。命知らずな刑事の命一つと自分の貴重な将来じゃ全然割が合いません。それにしてもちょっと意外ですね。関係のありそうなところは根こそぎ潰してかかるのがあなたのやり方だと思っていましたが、何の罪もない女の子を殺したことに両親の痛みを感じて今さら人道主義に方向転換ですか？あなたも言うわね。別にあの刑事さんを憐れんでのことじゃないわ。ただちょっと面白い実験ができるかなってね。実験？ええ、どうやらあの子あとちょっとで末期発症に入りそうなの。でもその状態にもかかわらず平静を保っている。うまくやれば新しい臨床データを入手できるんじゃないかしら。なるほど、モルモットですか。いや、さっき言った人道主義の言葉を撤回させてください。あなたは正真正銘の外道ですよ。少なくとも人間じゃない。ありがとう、最高の賛辞だわ。それじゃ潜伏する連絡員たちにはそのように伝えます。よろしいですか？ええ、よろしくお願いね。すべては斧が手のひらの上で踊る戯れか。ま、それもいいでしょう。どちらが菩薩で孫悟空なのか後で思い知らせてやりますよ。